私は進化する。福井工業大学スポーツ健康科学科、科学的な視点でスポーツや健康の理論を学ぶことができる新しいタイプのこの学科では、スポーツ健康産業や地域スポーツの指導で活躍する人材を育成しています。もともとスポーツするのが好きで、将来的にスポーツに関する職業に就きたいと思っていて、この学科を選びました。将来は中学高校の保健体育の教員になりたいと思っていて、スポーツを指導する立場に立った時にどのように指導すれば選手生徒が成長するのかを勉強しています。この学科で3年間学んでみて、自分のやったことないスポーツも学ぶことができて、そのやったことないスポーツもどのように指導すれば選手生徒に伝わるか学べることができたと思います。教員採用試験に合格するために1年の後期から勉強を始めていて、これからは授業内容を復習してさらに教員採用試験に向けて勉強していきたいと思っています。久湊大河さんはオリンピック候補選手が参加する強化合宿にスタッフとして参加。スポーツ健康科学科で学んだ知識と経験を生かして選手のサポートに当たりました。オリンピック強化指定選手の合宿にアシスタントとして参加して、スピードスケートの強化指定選手のサポートをしてきました。スポーツトレーナーはスポーツ選手のトレーニングメニューを考えたり、スポーツ選手のケアをしたりする仕事です。そのトレーナーの方の仕事を見ていて、選手が喜んでいる姿を見て、僕はその仕事を志したいなと思いました。とてもやりがいのある仕事だと思いました。2018年の冬季ピョンチャンオリンピック、そして2020年日本で開かれる東京オリンピックで、僕は科学スタッフとしてオリンピックに携わって選手たちを陰で支えて盛り上げていきたいと思います。